今回は、B 動詞の疑問文の答え方について解説していこうと思います。よし、じゃあ始めようぜ。まずはこの日本語を見てほしい。この質問に日本語で答えてみて。こうだと思うぜ。正解、日本語わかるなら誰でもできるな。まあな。じゃあ、英文を作っていこう。まずは、あなたは雪ですか？を英文にしてみて。この前作ったようにすれば、こうだったか？よく覚えていたな。正解だ。あ、B 動詞の疑問文の答え方を学んでいくぞ。まずは、いいえ、を英語にしてみよう。No、だな。オッケー、正解だ。あとは、私は違います。をかければオッケーだな。私は違います。をノットを使って書くとどうなると思う？ I am not ってこと？正解、こんな風に作ればオッケーだぞ。今日の動画は以上です。お疲れ様でした。